こんにちは、タンサックです。今回は人気でなかなか手に入りにくかったキッカーボールのご紹介です。キッカーボールは蹴り方によって簡単にカーブをかけられる特殊なサッカーボールです。白とオレンジのキッカーボールを開封すると、説明書などはなく、ボールの空気圧の注意書きが入っていました。ボールを親指で強く押して、親指の厚さくらいへこむ硬さがベストなようです。届いたばかりなので空気圧はバッチリ。さて、早速公園でキッカーボールで遊んでみようと思いますが、ダンサックはサッカーがあまりうまくないことに気がつき、ちょうど公園にサッカー部の少年がいたので、お願いしてキッカーボールを蹴ってもらうことにしました。普通の公園なので勢いよく蹴れないのが残念ですが、この程度でも確かにボールが曲がりますね。それでは少年たちにキッカーボールで遊んでもらいましょう。だんだん、いいね評価とチャンネル登録お願いします。